いやー、久々の酒はうめえなー。霊夢、飲むのもいいがほどほどにしろよ。いやー、こうして酒飲んでいるとつまみが欲しくなるねー。マリサ、いいつまみない。キノコならあるぜ。キノコは別にいいかなー。どうして？キノコ美味しいぜ。酢の物にしても美味しいし、バターソテーにしても美味しいし。そういえば藤井聡太くん、キノコ嫌いなんだってさ。そうだ、世相のところ行こう。世相金持ちだから美味しいおつまみいっぱいあるよ。でも、あいつがくれるのキムチばっかだぞ。ワインにキムチは合わないかなー。そういえば、チーズもらったんだ。よかったら少し分けてやるぜ。え？チーズあるの？ワインにチーズなんて最高の組み合わせじゃん。食べる食べる。今すぐもらうよ。ブルーチーズだけど、いいか？何言ってんの、マリサ。チーズはみんな黄色いでしょ。ブルーチーズ、知らないのか？え？何？その哀れ無用な眼差し。ブルーチーズという食べ物が本当にあるんだぜ。ちゃんと青いチーズなんだ。チーズが青って合成着色料でも使っているの？青カビの繁殖したチーズなんだ。あんた、私に腹でも壊せっていうの？本当にあるんだよ。そういう食べ物が。嘘だと思ったらチーズ屋を行ってこい。マジでそういう食べ物あるの？あるというか、どっちかというと高級食材なんだけどな。ちょうどいいや。今日はカール大帝とブルーチーズの話をしようぜ。霊夢はチーズ知ってるよな。チーズくらい知っとるわ。そりゃ霊夢でもチーズくらいは知ってるか。ブルーチーズは青カビでチーズを熟成させた食品だぜ。カビでチーズを熟成させるなんて発想、誰が考えたんでしょうね。代表的なブルーチーズとしてはフランス最古のチーズと言われるロックフォールがあるぜ。羊飼いが置き忘れたチーズに青カビ菌が付着してこのチーズができたっていう伝説があるぜ。そのロックフォールのチーズを愛したのがカール大帝なんだ。霊夢、カール大帝は知っているか？全く知らないけど大帝なんだから偉いんでしょ？そりゃ偉いさ。西ローマ皇帝に即位して、中世ヨーロッパを作った人物なんだから。今日は歴史の話はいいから、食い物の話を早くはやく。カール大帝は大食漢だったそうだ。特に焼肉が好きだったらしい。そうそう、もちろんチーズも好物だったぜ。チーズを食べながらのワインは止まりませんな。ギリシャ時代からワインとチーズは一緒に愛されていたらしいぜ。そうそう、ロックフォールだが、カール大帝がバルセロナ遠征の帰りに立ち寄った修道院で知ったんだ。修道士が違えばチーズも異なると言われていて、地方によってチーズの味が全然違うんだぜ。フランスとイタリアではそれぞれ400ほどのチーズの種類があるって言われているからな。さて、どんなチーズが出てくるか楽しみぜ。どうぞ成果。我々が精魂込めて作り上げたチーズです。ふむふむ、なんじゃこやー。チーズにカビが生えているではないか。悪気がまるっきりない。カビがついたままここの連中はチーズ食っているのか。ちょっと避けとこ。あ、成果。なんじゃ、そこは一番美味しいところでございます。え、マジで？いや、このチーズは実に最高だった。お米に預かり光栄でございます。ところで青カビチーズを毎年2ケース、王宮に届けるように、え。リバースも、頼んだぞ。それではさらばじゃ、え。特殊な製造方法ゆえに生産量がかなり限られていて、しかも青カビチーズは長期間の保存もできない。命じられた修道士たちは献上するブルーチーズをかき集めるのにすごい苦労したそうだぜ。おや、誰だろ。失礼するぞ。あ、世相？飲み会しとると聞いてやってきた。これ、これは土産のキムチじゃ。たまにはキムチ以外のお土産欲しいんですがね。できれば高級なやつ。チーズあるんだよ。ロックホール。食べるか。ブルーチーズか。出会いただっとするか。いやいや、お前の食べる分ねえから、落ち着け。少しくらい分けてもお前の食う分くらいあるから。そういえば、チルノとかいう子供をちっとるか。あいつらがどうしたの？お前らの知り合いだというから連れてきたんじゃ。ほら、入ってこい。
わーいわーい、あ、チーズの匂いがする。ブルーチーズあるけど食べるか。こらー、それは大人の食べ物だ。ガキの食べる白物じゃないんだぞ。どれどれ、もぐもぐ。これ、臭い。へ、獣みたいな匂いがする。これ、食べづらい。どういうこと？ブルーチーズは独特の匂いがあって食べにくいんだよ。慣れている人にはたまらないんだけど。でも、大丈夫、蜂蜜かけて食べれば美味しく食べられるぜ。あ、これなら美味しく食べられる。こら、やめさない。そのチーズ臭いんだから食べちゃダメ。美味しいものを独り占めしようとするお前の根性の方が臭いわい。